UEFA チャンピオンズリーグ2015から 16UEFA チャンピオンズリーグ2015から 16, から16決勝決勝戦が行われたスタディオジュゼッペ・ムヤッツァ UEFA チャンピオンズリーグ2015から16決勝は欧州サッカー連盟により開催される UEFA チャンピオンズリーグ2015から16の決勝戦であり24回目の UEFA チャンピオンズリーグの決勝戦である 試合は2016年5月28日土曜日に、ミラノのスタディオジュゼッペ・メアッツァで開催され、リーガイスパニョーラに所属するクラブ同士である、レアル・マドリードとアトレティコ・マドリードの間で行われた。レアル・マドリードが2大会ぶり11回目の優勝を、果たし、UEFA ヨーロッパリーグ2015から16、王者と対戦する 2016UEFA、スーパーカップの出場権のほか、 UEFA サッカー連盟を代表して2016年12月に日本で開催される 2016FIFA クラブワールドカップの出場権を獲得した。UEFA チャンピオンズリーグ及び前身の UEFA チャンピオンズカップの決勝で同一協会に所属するチーム同士の決勝戦は今大会が6回目でありスペイン勢同士の決勝戦は3回目となる。また、 同じ街のチーム同士の対戦は今大会と同一カードの決勝戦となった2014年以来2回目で同一カードの決勝戦となったのは今回が7回目である。レアルマドリードはチャンピオンズカップ時代を含めて史上最多の14回目の UEFA チャンピオンズリーグ決勝戦であり2014年のラデシマ以来11回目の優勝を目指す。また、 監督であるジネディーヌ・ジダンは、レアル・マドリードでの選手時代の2002年に自らも、ゴールを決めて、優勝を果たしており、今大会で優勝を果たせば、選手と監督の両方で優勝を経験することになる。一方、アトレティコ・マドリードは、チャンピオンズ・カップ時代を含めて3回目の決勝進出である。1974年の決勝では、バイエル・ミュンヘンに再試合の末敗れ、 2014年は、レアルマドリードに延長戦の末地からつきた。他の欧州主要大会においては、UEFA カップビィーナーズカップでは1962年に、UEFA ヨーロッパリーグでは2010年と2012年に、それぞれ優勝を経験しており、今大会で優勝を果たせば、チャンピオンズリーグ初優勝となるだけでなく、ユベントス、アヤックス、バイエルン・ミュンヘン、チェルシーに続く、 欧州主要3大会で優勝を果たしたクラブとなる。2014年9月18日にスイスのニオンで開催された UEFA 理事会でスタディオジュゼッペメアッツァが決勝戦の会場に決定された。スタディオジュゼッペメアッツァでの決勝戦の開催は2001年以来となりチャンピオンズカップ時代の1965年1970年も含めて4回目の開催となる。 このスタジアムは1925年に AC ミランのホームスタジアムとして開設され、地区名からサンシーロと呼ばれた。その後、インテルもホームスタジアムとして使用するようになり、1980年に現在の名称に改称された。UEFA 主催大会では8万人が収容、可能であり、UEFA 欧州選手権1980や 1934FIFA ワールドカップ。 1990FIFA ワールドカップにおいても試合会場として使用された。インテルで2010年にチャンピオンズリーグ優勝を達成している元サッカーアルゼンチン代表のハビエル・サネッティが決勝戦の公式アンバサダーに任命された。全7万1500枚のチケットのうち4万6000枚がファン、一般に対して販売される。決勝に進んだ2チームのファンに、 それぞれ2万枚ずつ割り当てられ、残りの6000枚が一般の観客を対象に販売される。この一般チケットが2016年3月1日から3月14日まで販売された。チケットの販売価格は以下の通り。なお、残りのチケットは地元の組織委員会、UEFA、各国サッカー協会、スポンサー、放送業者等に割り当てられる。 試合前に開催されるオープニングセレモニーにアメリカ人歌手のアリシア・キーズが出演する。また、2009年ローマでの決勝以来、アンドレア・ボチェンリがアンセムを披露した。中、以下のすべての結果は、決勝戦、進出にクラブの得点を前に表示している。チーム1 v チーム2前半序盤から両チーム一進一退の攻防が続く。アトレティコのファーストシュートは5分。 右サイドからサウールのクロスからコケが、右足ボレーで狙ったが、ジャストミートしなかった。対してレアルは6分、ペナルティエリア手前右で FK を獲得し、ガレス・ベールが蹴ったボールに、カリム・ベンゼマが合わせるが、GK をブラックの後セーブにあった。すると15分、レアルが今度は、左サイドで FK を得ると、トニクロースの入れたボールをベールが頭で反らし、ゴール前で、 セルフィオラモスが触ってゴールに押し込み先制に成功した。その後は追いかけるアトレティコがボールを持つが34分にアントワーヌ・グリーズマンがミドルシュートを放った場面くらいしか決定機はなくレアルが1から0でリードし前半を終えた。後半追いつきたいアトレティコは後半開始からヤニック、カラスコを投入。その五十秒後エリア内でペペがフェルナンド・トーレスを 後ろから倒し、アトレティコに PK が与えられる。これをグリーズマンがけるが、シュートはバーに引かれ PK 失敗し、同点に追いつくことはできなかった。その後もキレのある動きを見せるカラスコを中心に、アトレティコが押し込むが、なかなかゴールを奪えない。逆にレアルは78分、ベールがドリブルでエリア内に持っていき、こぼれたボールをクリスティアーノ・ロナウドがシュートするが、 オブラクがセーブ。こぼれ玉を拾ったベールが今度は、オブラクをかわして、シュートを打つが、これは DF のブロックに阻まれた。直後の79分、アトレティコは、フアンフランがガビトのワンツーで、右サイド深くに侵入しグラウンダーのクロス。これに走り込んだカラスコが合わせて同点に追いついた。その後は互いに勝ち越し点を狙うもゴールは、生まれず、 試合は1から1で延長戦に入る。延長戦、PK 戦延長では互いに決定機が生まれず、GK を脅かすようなシュートはなかった。PK 戦はレアルが先行。両、チームとも3人目までは全員が成功させ、迎えた4人目。レアルはラモースがゴール右隅に決めたのに対して、アトレティコの不安不乱のシュートは、左ポストを直撃し失敗した。 レアルの5人目であるロナウドがシュートをゴール右に決め、レアルが1から1から PK 戦を5から3で制して2年ぶり11回目の優勝を達成した。レアルマドリードが PK 戦の末アトレティコマドリードに勝利してに、大会ぶり11回目の優勝を達成し、自身が持つ大会最多優勝回数を更新した。チャンピオンズリーグ解消後では5回目の優勝となり、 昨シーズン4回目の優勝を達成して並んでいたバルセロナを再び引き離し単独首位に立った。表彰式では資格停止処分を受けているミシェル・プラキニュー、e ・ EFA 会長に代わりアンヘル・マリア、ビジャールがビッグイヤーと優勝、準優勝メダルを授与することとなった。ジネディーヌ・ジダンは選手と監督の両方の立場でチャンピオンズリーグを制した。一方、敗れたアトレティコ・マドリードは ユベントス、バイエルン・ミュンヘン、ベンフィカに次ぎ、バルセロナと並ぶ3回目の準優勝を記録した。一度も優勝を経験することなく準優勝3回を記録するのは、チャンピオンズカップ時代を通しても、初めてのこととなった。ミラノスタディオ・ジュセッペ・メアッツァ東京、フジテレビ、ありがとうございます。